万全です。たまには運動もいいですね。行けるところまで行くわよ。たまには運動もいいですね。はじめまして、新管理者さん。あなたの時間稼ぎは楽しかったわよ。もたもたしていると効率化になっちまうよ。気楽に行こうぜ。攻撃も防御もやる気も運も全部使え。おかしくなっ、ほら、これで大丈夫だろ。おかしくなってんじゃねえよ。ほら、これで大丈夫だろ。
おかしくなってんじゃねえよ。ほら、これで大丈夫だろ。もたもたしていると氷漬けになっちまうよ。みんなを私が負けられないよな。まだ終わりじゃないぜ。こいつも持っていきな。痛い
ですよ。これで大丈夫だ。魔法なんて怖くないわ。反則よ。アレキ、あった。私がみんなを守る。誰も傷つけさせない。これで大丈夫だ。これ待ってました。氷でもひんやりだぜ。お姉さんの魅力炸裂です。もっといいんですよ。反則いきます。サンキュー。ありがとう、助かるわ。寝てる場合じゃ、しっかりしなさい。しょうがねえな。気をつけなよ。おかしくなっ、ほら、これで大丈夫だろ。魔法なんて怖くないわ。後ろで待ってるから。みんな大丈夫ですか？その気持ち無駄にはしません。援助お願いしますね。純血魔種のカンタレラ奥義マグナブレイク。悪い、あとは任せたぜ。私が皆さんを守ります。オペレーションヒール。
コール治療。私の出番みたいだな。これで大丈夫だ。魔法なんて怖くないわ。しょうがねえな。気をつけなよ。これで大丈夫だろ。オペレーションカオス各自絡めてで。気楽に行こうぜ。攻撃も防御もやる気も運も全部下がれ。
おかしくなってんじゃねえよ。ほら、これで大丈夫だろ。答えなくちゃな。なんとかね。先生と一緒に戻れないのですね。私の蘇りはおまけみたいなものです。本来はここにいることすら許されなかった。皆さんのおかげなのですから、他の人を優先してもいいのですよ。このまま一緒にいたいと思うのはただのわがままなんでしょうね。先生の好意に甘えようと思います。ですが忘れないでください。私が皆さんの帰りを待っていることを。あれだけ離れたいと思った場所なのに、どうしてか名残惜しい。こんな気持ちを抱くのは、ここに皆さんがいるからなのでしょうね。だって、私が生まれて初めてできた友達なのですから。待ってください。あれはこのテーマパークで一番人気があります。待ち時間も1時間以上かかりますし、得策ではないかと。
はどうでしょうか。マスコットキャラが隣に乗るサービスもありますよ。私は皆さんが退屈しないよう効率的な楽しみ方を提案しただけです。その故障は心外ですが、皆さんに誤解を与えたことは反省しています。初めてですか。いえ、病院にいた頃の人を思い出しただけです。あの方々が友人と言えるかは分かりませんが。あ、待ってください。私はまだ了承して。友達か。今日は両親にいい報告ができそうですね。私は幸せです。こうして友人を作り、普通の人と同じ生活を送っているのですから。